私は今小雪舞い散る北の地で大好きな人と一緒にいます。私の仕事はムツゴロウ王国でキタキツネの飼育。ルールルルルルールルルル。彼は農業をしながら家を作っています。ほーい、ルラー、風力発電できたっしょとにかく彼は優しいんです。ほらレナみてえなペッピンさんと一緒になれて夢みてえだ。私も同じ。電気も水道もいらない。あんたがいてくれればもう何にもいらない。まさしく幸せの絶頂でした。しかし一発の銃声が。どうやらここも気づかれたみたいね。私たちはムツゴロウさんに借りた馬に乗り逃げに逃げ、気づけば別の町に来ていました。しかしそこでもさらなる過酷な運命が待ち受けていたのです。みんな元気？私は今沖縄にいます。追ってから逃げてきた私たちは毎日海を見ながらのんびり過ごしています。レナさ、お前はさ、サンゴ礁みたいにチュラカーギーさ。あんたもシーサーみたいにたくましいさ。なんかダジャレみたいになっちゃった。恥ずかしいさ。またダジャレみたいになっちゃった。こんな感じで私たちは夕日に永遠の愛を誓ったのさ。しかしざわわざわわざわわと嫌な気配が。ふと後ろを振り返るとなんと銃を片手にした男たちが迫ってきたのです。あんたさ逃げるのさ。サトウキビ畑を抜けてチラウミ水族館へ逃げるのさ。さあ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 、うるさいよ。みんな頑張ってる？私は今大阪にいます。やっぱり沖縄を追われた私たちは人混みに紛れるために大阪へやってきました。あんた今日も餃子売れるとやな。大丈夫や、俺の串カツは日本一やさかい。お前にええとこ見せとるわ。誰がええてこうやねん。レナ本気で言うとんのか。誰がモンキーやねん。もうええし。誰がもやしやねん。こんな感じで私たちは毎日笑いの絶えない日々を送っていました。しかしそこに島木ジョージのような顔をした怖い男がやってきたのです。ごめん邪魔するで。邪魔するなら帰って。ほなさいなら。じゃあほか。こうなったら大阪名物パチパチパチや。やめて、彼を殴るのをやめたって。お前ら、お前ら。今日はこの辺にしといた。私は今彼と北陸にいます。身を隠すため小料理屋でおかみとして働いています。はい、熱燗どうぞ。おおい、酒がぬるいじゃねえか。まあまあ昔から言うじゃないですか。お酒はぬるめの燗がいい。魚は炙ったイカでいい。ってなんかいろいろ音違うけど、とにかくおつまみにイカ、イカがなんちゃってと楽しく働いていたのもつかの間。松井玲奈さんですね。探しましたよ。ここも見つかった。慌てて店を飛び出した私。すると一発の銃声が。振り返ると銃弾は彼の足に。あんたー、レナ、これを持って逃げろ。運び屋の彼から例の物を受け取った私は逃げに逃げ、ついに名古屋へ。そこでさらなる展開が待っていたのです。その前に一曲お聴きください。しみじみ飲めばしみじみと思い出
すぎる涙がこぼれたこぼれたって、何ランキーで歌ってんだよらナンバーワン、ナンバーワン、久しぶりに聞いたその響き、なぜだろう、私の中のもう一人の私の血が騒ぐ。ねえねえ、シャンパンタワー見てみたい。今日アフターですか。あ、焼肉食べたい。今日うちに寄りたいの。ごめん、今日妹来てるんだ。甘えて突き放してまた甘える、まさにツンデレ大作戦で男の心をわしつかみ。しかし化粧を落とせばただの悲しき女。そう、私は歌舞伎町の女王、ネオン街に咲く一輪のバラなのよ。相変わらずだな。急にいなくなってごめん。私は今インドにいます。インド？日本を飛び出して私たちはインドで隠れて暮らすことにしました。でもこの美貌は隠すことができなかった。ナマステ、あなた可愛いですね。私の映画出てみませんか。なんとインドのミュージカル映画にスカウトされた私、タイトルはレナ踊るマハラジャ。マハラジャマハラジャ、ターメリックガラムマサーラたちまちインド映画のスターに上り詰めた私。しかしある日、ターバンを巻きサーベルを手にした男たちが襲ってきたのです。レナ、そのテープを渡すのです。襲いかかってくる無数のインド像。私たちはガンジス川をバタフライで泳ぎ、今ヒッチハイクで日本に向かっています。風に吹かれてふん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 、僕らの足跡風に吹かれて。電波少年歌ってるバカ、この音痴。いや、下歌ってた。私は今アメリカのダウンタウンに来ています。私は逃げてきた彼とヒップホップユニットを組んでライブハウスで歌っています。 Hey yo hey yo、 名古屋生まれきしめん育ち、味噌好きなやつはだいたい友達。やだやだがやだがや。こんな感じで彼と毎晩リリックを作る楽しい日々。しかしこんなところにまで追ってはやってきたのです。松井レナ追い詰めたよ、証拠は上がってんだよよよ、レイのテープ渡せよ。お前ふざけんなよ、レイのテープお前らには渡せないよ。いい加減にしろよ、お前がいい加減にしろよ。ウェイ、なんだこれは。みんな、私はハワイに来てます。アローハー、ハワイ最高と言いたいところだったんですが、私たちはハワイに敵のアジトがあることを突き止めたの。追われる前に反撃してやる。私たちはハワイで小倉智昭さんがオーナーをするラーメン屋のすぐ近くにある敵のアジトへ乗り込んだ。次々と現れる敵の刺客、食らえマカダミアナッツ。そしてついに最上階へ。ボスはおめえだな。ボスはもうここにはいない。無駄しだったな。なんだと、カーメーハーメーハー。うわー、あの方はお前には倒せないさ。うふー、結局黒幕の正体はわからないまま。でもわずかな手がかりを発見、私たちは敵の本拠地へと向かったのです。次週いよいよ最終決戦、
氷の神殿に血の雨が降る。絶対見てくれよな。私は今北極にいます。北極？一週間おまっとさんでした敵が残した手がかりをもとに私たちは北へ北へ、そしてたどり着いたのは極寒の北極。そこに組織のアジトはあったのです。いよいよ最終決戦ね。覚悟はいい？レナとなら地獄までもついていくさ。もし二人とも無事だったらいつもの手羽先屋さんでお腹いっぱい手羽先食べようね。ははは、そいつは親父さんも大喜びで。レナ、死ぬなよ。あなたもね。じゃあ行くわよ。バン！しかしドアを開けた先はもぬけの殻。そう、黒幕はすでに逃げた後だったのです。今までテープを狙っていた黒幕の正体は。次週を待て！そいつがこのテープを狙ってた真の黒幕なの。そのテープ一体何なんですか？このテープは聞くだけで誰でも超一流の DJ になれる魔法のテープ。聞くだけで誰でも超一流の DJ になれる魔法のテープ。なあ、その噂聞いたことあるな。え、確か歴代の人気 DJ もみんなそのテープを聞いたというね。私もあります。え、六助も花村純も鶴子もみんなそのテープを聞いて一流になったって。ゆりえちゃん、とりあえず3つけようか。ちゃんとね、本当つけよう。いや、俺も言えよ。ああ、吉田照美も大竹誠も伊集院光も聞いたって言ってましたよね。だから3をつけなきゃ。本当3で俺が言うんだよ。いや、集中力切れたの。レナ、そんなテープどこで手に入れたの？それは私が説明しよう。どうも、はい、小林克也です。あれは雨が強く降る夜だった。私はアルバーにレナ君を呼び出した。私に話って何？君に見せたいものがあるんだ。まさかこのテープは。これをどこで？ある組織の取引現場に忍び込み奪ってきた。なんでそんな危険なことしたの？奴らはこのテープで人気 DJ を次々に生み出してラジオ界を乗っ取る危険な計画を立てていたんだ。危ない。ラジオ界の将来のため、俺と逃げてくさ。逃亡劇が始まったの。まさかレナとずっと逃げ続けてたのが勝也だったなんて。